こんばんは。ラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵です。青森をもっと楽しくしたい人たちのためのプロジェクト、今日は1年間を振り返りたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。改めましてこんばんは。ラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵です。まあ早いものでいよいよ今年もあと10日余りとなりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年の冬はなんかいつもよりちょっと早いんじゃないのって思ってる人もいるかな。なんかどさっと降ったり緩んだり、また寒気が来たりみたいなね、そんな雰囲気でお正月以降どうなるのか気になるところではありますけれども、年内にこれだけはやっておきたいみたいな、皆さんそんないろんなあれこれに追われているかもしれませんけれども、ラブ青森プロジェクト2016年、この1年間を今日はちょっと振り返ってみたいなと思います。皆さんにとってはね、どんな1年だったでしょうかね。この番組でもいろいろ伝えてきてます活動状況、今年は何と言ってもね、 NPO 法人化したっていうね、これがねまだならない、もうすぐなりそうだとかなりましたとか、いろんな状況をこの番組でもお話ししてきたんですけれども、まず1月から振り返っていくとね、約もう1年前になるわけですけれども、ラブ青森といえば楽しく習う会と書いて学習会、これが、ベースとなる取り組みなんですけれどもね、誰もがこう気軽にいい情報に触れてもらったり、いい仲間と出会ったりしてね、実生活に役立ててもらおうというような、大人の学び場ですが、1月はプランニングね、1年を計画的に、そしていろんな目標をね達成していこうというようなプランニングワークショップからスタートしました。私が6つ、青森そして弘前と行きましてね、1月中に行った学習会を皮切りに今年の活動をスタートしていきました。そして、4月の21日にですね、法人化するまでに、2月には大きな研修がありましたね。我らがマサさんと呼んで尊敬して慕っているファシリテーターのプロフェッショナル、青森にも何度もお呼びしてるんですけれども、何年ぶりだったのかな、もう3、4年ぶりですね、来ていただいたのがね。で、圧倒的成果と良好な人間関係を築くタイプ別マネジメント研修ということで、久々に2日間のしっかりとした、ワークもたっぷり入れてもらった研修を行いました。右脳系、左脳系とね、人間のこうタイプを4つに分けて、でそれぞれのそのタイプによってこうどんな思考のパターンがあるのかとかね、どんな違いがあるのかみたいなことをこう自分のこともよくわかるし、そして自分といかにこう他の人が違うかっていうことを理解しながら、どんな風にいい関係を築きながらお互いの強みを生かしてもっともっと成果を上げていくかというような内容の、マネジメント研修だったわけなんですけれども、ここでも、結構目から鱗がポロポロ落ちた人もたくさんいました。そして、4月に、いよいよ法人化にこぎつけたわけですけれども、NPO になって初めての事業となったのが、ママカフェと言われる取り組みでした。今やもう全国からね、引っ張りだこになっている人気講師のキムこと木村義孝さんに来ていただきまして、子育てがもっとハッピーに楽しくなる方法、そしていつまでもずっと仲良し夫婦でいられる秘訣という、2つのテーマでワークショップを開催してもらいました。ママカフェの授業はこれからも継続的にね、取り組みの一つとしてやっていこうということで、4月そして10月にもすでにね、今年は開催しましたし、年明けは2月に開催することが決まっています。やっぱりね、一回ちょっと聞いたからってすぐできるようになったり実践できたり成果が出たりっていうことは、ないわけなので、ラブ青森が大切にしているのは継続学習、そして実践を繰り返して、そして分かち合って共同学習していくっていうようなね、そんな場作りを大切にしていますので、
このママカフェも年明け以降また継続的に行っていこうというふうに思ってます。さあ、そしてラバー森の大交流会というのをね、秋に行いました。10月の8日に、キックオフも兼ねてということになって、法人化してからしばらく経ちましたけれども、お披露目で改めてラバー森のこと知っていただこうとか、改めて正会員としてね、仲間に加わってもらいたいなとか、あるいは応援のつもりで参助会員になってもらいたいなとか、そんな仕組みも知っていただこうというような交流会を行いました。そして、秋といえばやっぱりドリプラ青森の季節ということで、今年も11月に行いました。2011年からスタートしたドリプラ青森、今年も5名のプレゼンターたちが堂々と素敵に輝いて夢を語ってくれました。もうかれこれ50名を超える人たちがね、多くの人の前で夢を語るということになって、そしてもうその後の進捗なんかも、最近はなんかテレビのね、ニュース番組とか特集でその取り組みが取り上げられたりとかね、結構メディアでの露出も増えてきたりなんかして、結構なんか仲間の活躍を見るとそれだけでも嬉しいなというふうにね、思いますよね。みんなラバー森との出会いとかドリプラでの取り組みとか、いろんなことをきっかけにもう人生がね、好転して、そして大きな一歩を踏み出して、そして成果につながっていく、そんな実感がね、一つずつ、今年も得られた一年だったんじゃないかなというふうに思います。ラバー森プロジェクトで大切にしているということは、まず自分たちが成長することで、そして自分たちが、まず自分が良くなってね、幸せになって、そして自分の周り、家族とか一緒に働いてる仲間とか、地域とか、インサイドアウトでハッピーにしていくということを大切にしてます。なので、私たちラバー森リーダーズと言われる、仲間たちももうかれこれ本当にね、10年近い付き合いになってきたわけで、一番古い人だと、ね、でいろんなタイミングで出会って一緒に学んでるんですけれども、でもまだまだ自分たち成長しなきゃ、まだまだだなって、いつもいろんな自己評価を繰り返しながら学び直して、また新たな知識とか情報を得たりとか、振り返ったりとか、またいろんな人たちからこう教わったり学んだりとかね、そんなことを繰り返して、でさらに次のステージに行きたいなというところで、お互いに経営者である仲間たちはもっともっと業績上げていこうっていうこともそうですし、新たな起業家としての一歩を踏み出したという仲間もいますし、いろんな人たちがそれぞれの地域、それぞれの領域で、頑張って成果を上げて、そして、リーダーシップというのは、肯定的な影響力を周囲に発揮していくことですし、何よりもまず見本を示していくということですのでね、こんな風な生き方したいなとか、こんな風ななんか楽しい人生、送れるんだなとか、そんな見通しになれるような存在にラバー森の、私たちがなっていきたいし、そして一緒にそんな取り組みを一緒に作ったり、そして一緒に、そんな輪を広げていったりという、そんな仲間をですね、来年以降ますます増やしていきたいというふうに思っています。ラバー森プロジェクトは、法人化したということもきっかけに、正会員の仕組み、そして参助会員の仕組み、そして、企業でね、参加していただく法人会員の仕組みというふうに今用意をしています。そしてそれぞれいろいろなね、学ぶ場の特典とかね、参画できるリーダーズになっていただくような流れとか、そんな風にしてます。ぜひホームページとか見ていただいたり、 Facebook ページなんかもありますので、ちょっとこういうワークショップから行ってみようかなとかね、こんなイベントあるんだったら行ってみようかなとか、どんなきっかけでも構いませんので、Facebook でのグループでのいろんなシェアもあるんですけども、やっぱり何といってもリアル重視ね、ですので、このラジオをお聞きの皆さんも、ぜひ何かのきっかけで、皆さんのそれぞれの地域近くで何かをやる機会、あると思いますので、ラバー森ね、でそしてそういう機会はますます増やしていきたいというふうに思っていますので、ぜひ、来年はリアルに行ってみようかと思ってもらったら嬉しいなというふうに思います。
そしてこのラジオの方でもね、ラバモリリーダーズの、活躍とか、ドリプラの歴代のプレゼンターたちが今どんな思いでどんなことをやってて、どんな、進捗、ね、得てるのかとか、そんなことも実際に知っていただくためにね、放送でお送りしていきたいというふうにも思いますし、実際ラボ青森では具体的にどんなことを学んでんのみたいなね、でそういうなんか学んでることの役立つ情報の一部なんかもシェアしていけたらいいななんて思っていますので、30分の番組ですけれども、各コーナーに分けていろんなこのラジオを通じても良質な情報を伝えていきたいと思っていますので、引き続き来年もねよろしくお願いします。さあここで一曲挟みましょうかね。ドリブラのテーマソングにしていいよって言ってくださった板橋和之さんの曲ですね、夢の扉。Yeah.
さて後半はラブ青森リーダーズの週をご紹介したいと思うんですが、そう、私のあのラブ青森のプレゼンテーションの中でも出てくる登場人物なんですけれども、まあ私があの、まあ、ラブ青森という名前もつく前にですね、あの青森のために何かしたい、その時は何か協力してね、一緒にやってね、なんて言ってたまたま東京のセミナーで出会ったのその一人がシュウだったんですけど、でなのでもうかれこれ長いお付き合いになりますけど、現在は、事務局長として、裏方をね、サポートしてくれています。本業は社会保険労務士です。なのでその強みを生かしてラブ青森の運営もね手伝ってくれてるシュウに、ラブ青森について、あるいは自分のね、今現在の仕事とかいろんなその変化について今日は語ってくれているということですので、聞いてみてください。ラブ青森のこう魅力、どんな風にシュウは？そうですね、あのどうしても私こう青森県人イコールと閉塞感が、ね、を持っているようなこう文化的にそういうふうなイメージがあったんですけども、ラブ青森にいると、まあ一つはこう心の壁というのがあの結構すんなり破れちゃうかなと、自分が自分でいいっていう思える空間ってなかなかないと思うんですよね。私は どちらかというとどうせ自分はみたいなですね、少しこううがった見方をするようなこと多かったんですけども、ラブ青森は本当にあなたはあなたのままで素晴らしいというそんなスタンスで言ってるので、本当にこう遺憾なく自分のなんか能力発揮できたり気づけたりする、うん、そういう場だと思うんで、一人でも多くの方が仲間に入ってくれたら嬉しいなとは本当に思ってますね。実はお邪魔しているのはラジオだから見えませんけれども、うん、こうちょっとこうノイズ感があるかもしれませんが実はシュウのね、あの事務所にお邪魔をしていて、五所川原で社会保険労務士、はい、またここは総合オフィスみたいな感じ、どんな仕事なんですか？そうですね、ベースは社会保険労務士事務所、うん、まあ、今五所川原サポートオフィスという名前がついてるんですが、今総勢私含めて8名います。おー、8名、はい、8名なっちゃったんですよ。なんかもうラブ青森のおかげか知りませんけどすごい成功っぷりですね。で、仕事内容としてはまあ、主に経営者の方相手に、いわゆる人、物、金の、まあ、3要素のうち人に関するさまざまなサポート、まあ、具体的に言いますと社員が、まあ、入社した、辞めたっていう時の手続きだったりとか、あとそこで働く社員の働く就業規則ですね、ルールの作成の手伝いだったり、で今私ちょっと自分で銘打ってですね、人材系コンサルティングっていう名前で仕事をしてるんですが、それ何かと言いますと、もう私たちの仕事の中でこう離職票を書くという仕事があるんです。はい、で一時期私も、売り上げに走った時期はですね、離職票をたくさん書けばお金になるっていう勘違いした時期がありましてなんじゃそれって私ですよね。でよくよくこう考えていた時に、いやそれ仕事だ、本来の仕事じゃないだろうと、うん、本来自分が突き詰めるべきは経営者さんが本当に望んでいることのお手伝いだよねって、うん、辞める人の書類を作ることじゃない、辞めない会社を作りたい、うん、そう思った時に、じゃあ経営者さんが望んでいることを、ね、手伝いできることを仕事にしようと、うん、いうことで人材系の財っていうのが宝物の財務の財なんですね。財務の財、うん、人を宝という形でこうベースに置いたですね、経営を行う、経営者さんを応援していくと、うん、いうことで、まあ、ヒアリングから始まって、経営ビジョン、事業計画の作成のお手伝いとか、あとは私たちのこうメインの部分である採用のお手伝い、うん、あとそこ 入った社員がいかに成長していくかというサポートだったりとか、まあ、今そもそもね、いらっしゃる社員との関係性がうまくいってないって場合も、まあ、社員面談を通してうん、経営者とのこう人間関係の改善のサポート、かなりだから力入った今コンサルティングをやらさせてもらってます。経営者さんのパートナーになるってどういうことかなって考えた時に、人事のプロフェッショナルとしてはそこで働く社員さんがいかに幸せを感じて働けるかっていうものを経営者さんと一緒に考えて、うん、お手伝いしていくというような、そんなことがですね、私のこう今なんて言いますか、中心軸に据えられて、だから本当に今お客様から言っていただくのも、いやこれほど社員のことをね一緒に考えてくれる労務士さんはいないと、うん、いうような言い方をしていただいて、
まあ、それそれですごくありがたいんですが、それだけ求められているってことは、私はやっぱり社会保険労務士もそういった仕事にしっかりこう、なんて言いましょうか、本当の意味での経営者さん目線でものを見ていけるような仕事って重要だよねってことを広めていきたいなとは思います、はい。まあ、経営者の立場から言うとね、やはりそのどうしても経営を考えなければいけないということもそうですし、経費のやはり、ほとんどはやはり人件費というところが大きいので、やはり人がね生かされる場でないと、やはり業績も伸びていかないし、やはり悪いところに逆のケースもありますからね。経営が悪くなるとまずこう辞めさせなければいけないっていう、でもそういう選択をしないで、やはり経営者がもっとこう意識も変わるし、やはり働いてる人たちの意識もより良くなっていくっていうのが主が求めている仕事の中の理想像。そうですね、まさにその通りです、経営者さんがやっぱりこう上を向く、上を向くっていうのは、まあ、将来的に会社をこのようにしていきたいっていうビジョンを掲げて前に進んでもらうという、やっぱりその姿勢って社員よく見てると思うんです。例えば、まあね、社長の夢を社員が聞いた時ですね、夢も何もとにかく今ね、何とかやりくりだけど精一杯なんだっていうことを経営者の方がもし話した時に、私社員だったらすごく不安に感じると思うんですよね。いや、なんか社長の船に乗ってじゃ大丈夫なのかなって、この座礁するような船に乗りたくないっていうようなことを私すごく感じるんで、やっぱりそこはなんて言いましょうかね、どこに向かって今舵を切っていくのかっていう話をすごく私は重要視したいなと、それをまずこう社員にメッセージできるように、お手伝いをしようというようなことをやってます、まあ、答えがね繰り返しになるかもしれませんけども、ラブアモリの活動がこう仕事にどういうふうにこう生かされていると思います、そうですね、もうお客様から見てですね、私がラブアモリのこの今理事という形で関わっていることを、まあ、まず皆さん結構これ何って話を聞いてくれるわけです、まあ、名刺にもちゃんと歌ってますからですね。でそこで、まあ、こういった物心ともに豊かな、方々を一人でも青森県に増やしたいと、そんな思いで活動してますという話をまずするだけでもですね、お客様から見たら私自身がそういう意味では特別な存在のようにこう映っているような、そんな印象は受けます、まあ、やっぱりこっちゃんがねこれまで7年8年やって頑張ってきてる部分がいろんなところからお客様にもこう入ってきてましてですね、だから講演会とかもね あるって声かけるとやっぱすぐ来てくれますしですね、まあとにかく、まあそういったこともありますけども、とにかく私の場合は、ラバホリに入ってですね、結構経営者の仲間が周りにいるんですね、そもそもラバホリリーダーズって言われる方に、まあ、経営者の仲間がいるんですけども、彼らとの意見交換、まあ、本当に忌憚のない意見交換ができるわけなんですね。その中でいろんなアイデアをいただきながら、彼らからもらったアイデアをお客様に還元して、また彼らにフィードバックしてっていう形でやっていくと、相乗効果というところで、非常にお互いにこうラバモリに関わる経営者と共にですね、こう相乗効果で今成長できているっていうのがあるので、ぜひ経営者の方がですね仲間に入っていただければ、これ無形の財産を得られるんじゃないかなって、思います、まあ、ラブアモリ事務局長としての立場もそうですし、このサポートオフィスの所長と紹介して大丈夫ですか。そうですね、一応はなんだ代表社員っていうのは代表社員、その代表としても、州としても、まあ、これからということで、何かこう求めているものとか、こうなりたいなというか、こういうのが理想だなっていうのはどうですか。そうですね、やっぱりラブ青森ごっちゃが目指すところっていうのは、もう本当に大きくね、青森県民の所得倍増というような、私は何それって言ってる人いるかもしれませんけど、私もそれは本気で支援していきたいし、そのぐらいの ポテンシャルあると思うんですよね、で私もこのラブ青森に関わっていきながら、やっぱお客様にそのようなことを伝えていきたい部分もあります、でまあ、インサイドアウトといって、結構自分自身がまずしっかり満たされて、私の一番大事にしている存在が満たされてっていうような、こう内から外へっていうような原則を守っていきたいなと思ってるんですけど、そうなった時に私はまず家族を大事にし、今のこのサポートオフィスのスタッフを大事にして、まずここからこう幸せを発信していけるような形にしたくて、そのためにやはり私自身もこう5年後10年後
この事務所というのを東北でまずナンバーワンにしようと、うん、5年後ですね、5年後にはまず青森県で1位、10年後には東北で1位、うん、でこれは何のためかといったら見通しを皆さんにあげたいと思ってるんです。しっかり考え方を学び実践していくことによって誰でもいつからでも自分の思いを遂げることができるっていうことをまず私が、ね、こっちゃんと共に、ね、あのスターターのメンバーだったもんですから、これはそういう責任があるのかなというふうに思ってですね、私が成長することがアラバモリの成長につながっていくんじゃないかなと今はそう思って、取り組んでおります。そして人材コンサルタントということになると、はい、それをまた経営者の方、うん、そして社員、はい、まあ、それぞれがね本当に物心ともに豊かになって、それがやはり地域が元気になるっていう、そういうふうな循環につながっていくことがすごく仕事に、主の今のやってる仕事にもつながってくるのかな、うん、そうですね、経営者の方がまずこの物心ともに豊かなっていう部分を実践してもらうためには、やはりそこで働く社員の方が豊かになる必要がある、うん、私もその先にあるね、やっぱり社員のご家族とかも含めて幸せな、幸せって多分一人だけじゃなくてそこにいるみんながいての、私は初めて成り立つものだと思っているので、まず私のそのお客様が幸せなコミュニティになってくれればっていうところで動いていきたいなと思ってます。ラブ青森プロジェクト、今夜そろそろお別れのお時間です。2016年最後の放送となりました。いかがだったでしょうか。ぜひ今年もいい年だったと思うけど、来年2017年はさらにさらに良い年にしていきましょうね、ぜひラブ青森プロジェクトとリアルにつながって、そしてまたこの番組ともつながっていていただけたら嬉しく思います。また良い情報をお届けできるように頑張っていきますので、どうぞ来年もよろしくお願いします。ということで、ラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵がお送りしました。それでは良いお年を。